神戸市の王子動物園で今日、ジャイアントパンダのタンタンに短冊を飾り付けた竹がプレゼントされました。七夕の今日、神戸市立王子動物園ではジャイアントパンダのタンタンに神戸市北区大御町の小学生らおよそ130人が短冊に書いたメッセージを飾った竹と餌用の竹が贈られました。1981年の神戸ポートアイランド博覧会で神戸を訪れたパンダが大御町の竹を好んだことから、大御町ではタンタンにも餌となる竹を20年にわたり届け続けていて、パンダの里と呼ばれています。大御の笹の味を忘れずに過ごしてほしいと思います。20年間も大御の笹を食べてくれたのでとても嬉しかったです。めちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。王子動物園のタンタンは高齢のため中国へ里帰りすることが決まっています。